こんなにたくさんのお客様に足を運んでいただいて、今とてもメンバー嬉しく思ってますし、緊張しております。で、もう少ししますと手荷物検査場が、閉まってですね、もう少し、お待ちいただいているお客様をご案内することができると伺っておりますので、今しばらくちょっとお待ちください。本日は暑い中集まりいただき誠にありがとうございます。途中ですね、我々素人なものですから音程とか、リズムとか、いろいろ乱れることがございますけれども、飛行の安全性には全く問題ございませんので、どうかご安心ください。それでは出発まで今しばらくお待ちください。本日のご搭乗誠にありがとうございます。2011年の東日本大震災からの復興を願って、楽器による演奏ができる社員が羽田空港で演奏したことが始まりでした。その後も空の上に限らず、いつも
支えてくださる皆様へ感謝の気持ちと笑顔をお届けしたいと、全国の空港やイベントにて演奏しています。音楽に翼を合言葉に、日頃のチームワークを生かして精一杯演奏をお届けいたします。ということで、早速 ANA チーム羽田オーケストラの皆様のステージをお楽しみください。それではよろしくお願いします。Thank you.
皆様、改めましてこんにちは。ANA チーム羽田オーケストラと申します。本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、始まる前にコックピットからご案内もありましたけれども、本当にこんなに多くの皆様に足を運んでいただきまして、とても嬉しく思います。本当に嬉しいです。ありがとうございます。後ろの方まで聞こえておりますでしょうか。聞こえている。ありがとうございます。ありがとうございます。米子北郎空港、初めて参りました。いつも我々職場で働いている、制服、サラリーマンには、ね、当然にして制服はございませんので自前のスーツで参りましたが、北郎の、ね、ベストの中に着ればよかったなとですね、もう今ここに上がってから思いつくアイデアもたくさんございます。ひとまず本日はですね、このままの格好でやらせていただきますけれども、もし今日楽しかったなと思っていただけましたら、きっと次があるはず。その時は、はい、いろいろやってみたいと思います。まずは最初、ゲゲゲの鬼太郎を、ね、演奏してみたんですけれども、皆さん静かに聴いてらっしゃったんですが、あれは大丈夫だったんですか。大丈夫だったんですか。大丈夫でしょ。ありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫なんですよね。ありがとうございます。はい、ANA、シンボルフラワーというのがございます。この建物の中も空調は効かせていたとしても、やっぱりこれだけの多くの方がいらっしゃると少し汗ばむ陽気、そして外は6月とは思えない暑さ続いておりますね。こんな夏に咲く花が ANA のシンボルフラワーです。ひまわりをこの後お届けします。どうぞお聴きください。Thank you.
ありがとうございます。ひまわりをお届けいたしました。この曲の冒頭、そして最後は、ピアノが音色を奏でておりました。本日はこの米子空港、去年12月に設置されました空港ピアノを、我々のピアニストが演奏して演奏をお届けしております。ね、なんていうか、あのこういう素敵なピアノをバンドの中に入れて演奏できるのは我々としても嬉しく思います。あのすみれ保育園だったでしょうか、でずっとあの使われていたピアノ、30年ほど使われていたと伺いました。そしてその保育園が閉鎖になってしまって、まあ、この空港にやってきて、かつてその保育園を出られた方をはじめ、今まさしくすくすくと育っているお子様たちが触れるピアノっていうのがここ空港にあるというのはとても素敵なことだなと思います。もしよろしければ、ピアノをね始めてみちゃったりなっちゃったりしてね、はい、いやいやこれ、ね、後ろ の, あのエレキベースのキャプテンもね 50歳ぐらいから始めましたっけね、51から、1歳ぐらいいいじゃないですか。ね、もうそれぐらいから、でもまあ一応こうやってね、一応とか言っちゃってすいませんね、はい、50かもしれない、あ、ほんと、あのもしよろしければですね、あのピアノを触ってみていただけたらなと思います。さて、今演奏しましたひまわりは2010年下期 NHK 連続テレビ小説ドラマ鉄板という、まあ、広島を舞台にしておりましたドラマで、まあ、流れていた音楽でした。ここ、まあ、山陰ですかね、鳥取県に、初めて参りまして、米子空港には初めて参って、やっぱり地元っていうんですかね、ここのゆかりのある、まあ、曲を演奏したいなと。そうすると同じく2010年、きっとこの米子北野空港と呼ばれ始めた頃なんでしょうか。ごめんなさい、今このネタを喋るのは早すぎましたね。はい、早すぎましたね。この後ご用意がございます。はいはいはい、まあ、まずはここにゆかりのある曲をということで、はいはい、今私は間違えてないフリをしたんですけれども、はい、続いての曲、プリテンダー。
プリテンダーをお届けいたしましたオフィシャルヒゲダンディズムさんですね。参院、ご出身のメンバーの方がバンドを結成されたという情報をコクピットから得まして、はい、選曲してみました。プリテンダー、まあいろんな解釈がありますけれども、まあなんとかフリをするっていうね、はい、私はさっき間違えてないフリをしましたけれども、はい、続いての曲をね紹介するために用意していたネタをもう喋っちゃったということですね、はい、それで間違ってないフリをしたというふうにして大至急回収して、それでオフィシャルヒゲダンディズムさんのプリテンダーを演奏したと、はい、全部今起こったことを解説したんですけれども、はい、マスクでね皆さん表情が隠れておりますので、目のね、あたりだけで楽しんでいただけてるのかどうかを判別するのはですね、結構難しいことなんですね。で、本日シートベルトもね、ございませんしね、はい、いつもはね、電子機器使うなとかね、何するなとか、うるさい機内ではございますけれども、本日はそういったこともございませんので、ここから先も引き続きリラックスしてお楽しみいただきたいなと思います。そして後ろの方、立ったままで、まあ、私たちと一緒なんですけどね、恐縮です。本当に聞いてくださってありがとうございます。で、何を申し上げようと思っていたかというとですね、はい、その当時のドラマの話をしたかったんですよ、はい、ゲゲゲの寮母です、はい、お気づきの通りです、はい、メンバーの皆さんすいませんでした、はい、で水木しげる氏生誕100周年を迎える年だとこういうことも伺いまして、最初ゲゲの鬼太郎も演奏しました。で、まあね、なんていうかコロナの影響というのは皆様お一人一人にものすごい影響を与えたと思いますが、我々航空会社もそのご多分に漏れませんで、ただその間ですね、なんとなく辛いんですけれども大丈夫な、振りもしていましたが、本当にですね今飛行機に少しずつお客様が戻り始めています。いらっしゃらなくなった、移動できなくなった時にもお客様に対する感謝の気持ちがもう本当に芽生えましたけれども、またこうやって世界が社会がこう戻ろうとしているときにまた飛行機に乗っていただけることもまたとてもありがたいことだとこういうことも掛けまして、続いての曲ありがとう